2020年の世界気餓指数先進国は調査対象外。世界気餓指数は世界各国の気餓状況を多元的に解析して求めた指標。世界気餓指数は地球上の気餓対策の成功と失敗を表すものであり、年に1回更新される。この指標はドイツの NGO 気餓援助機構が2006年に発表し、 国際食料政策研究所が発展させたものである。2007年以降は、アイルランドの NGO、コンサーンワールドワイドも協力している。2009年には121の開発途上国と、新興工業経済地域で調査が行われ、その中の84について順位が付けられた。年ごとに、重点的に調べられた項目が付け加えられる。2009年には、 指数と男女同権との関係、財政危機の指数への影響が分析された。2008年にはインド各州の状況がインド各州騎指数として、2009年にはエチオピア各州の状況が発表されている。世界騎指数は100点満点で、0点が気がなし、100点が最悪であるが、この両極端の点がつくことはない。得点が高いほど、 その国の食料状況は深刻である。4.9点までが、ほぼ気がなし、9.9点までが、やや上あり、19.9点までが、改善が必要な上あり、29.9点までが、警告レベルの上あり、30点以上が、緊急警告レベルの上ありとされている。世界気が指数は3つの要素を考慮して求められる。 総人口のうち栄養不足にある人の割合5歳未満の子供の体重不足の状況5歳未満の子供の死亡率である。2009年の指数の計算に使われたデータは2002年から2007年までのデータである。これはこの時にこの指数を計算するのに必要なデータの最新版である。栄養不良に関するデータは 国連の国際連合食糧農業機関による2003年から2005年のデータだった。5歳未満の体重に関するデータは、フーユニセフ、メジャー DHS が提供する当時の最新データで、ある2002年から2007年のものである。また、乳幼児死亡率のデータは、ユニセフの2007年のデータが使われた。2009年の世界気芽指数と、 1990年の世界気が指数の代償は基準が異なるために直接は比較できない。2009年の世界気が指数報告書には世界の国と地域の気が状況が1990年以降どのように変化していったかが示されている。世界平均では世界気が指数は20点から15.2点へと約25%減少した。 ただしこの傾向があるにもかかわらず、世界の飢餓対策は滞っており、飢餓解消となるにはほど遠い。この世界平均の傾向は、ある特定の国や地域で起こっている深刻な事態を、覆い隠している。というのも、未だ29の国のレベルが、警告レベルの上あり、または、緊急警告レベルの上ありの状態だからである。地域差を見てみると、近藤や、 北アフリカでは32%もの減少が見られるのに対し、南アジアでは25%、ブラックアフリカでは13%の減少に止まっている。東南アジアとラテンアメリカでは点数が40%も減少しており、特に好調だった。ブラックアフリカと南アジアでは点数自体も高く、それぞれ22.1点、23.0点である。ただし、 両者の高得点は理由が異なる。南アジアでは5歳未満の体重不足の状況が深刻である。その背景として栄養状況の悪さと母親の教養不足が挙げられている。ブラックアフリカでは乳幼児死亡率が高く、その背景にはカロリー不足の人々が多いことが挙げられている。2008年の男女格差指数。青が平等。 赤が不平等を表す。2009年の世界企画指数報告書を2008年の世界経済フォーラムによる世界男女格差指数と比較すると両者には相関が見られる。これは男女格差が母親の教養不足や健康状態悪化の原因となっているためと見られる。2009年の報告書によると紛争、政治的不安定、経済崩壊は 飢餓の大きな原因となり、それにより、ブラックアフリカの数カ国や朝鮮民主主義、人民共和国ではむしろ飢餓状況が悪化している。ありがとうございます。